日本一怖いパーキングエリアって言われてるところなんで、あ、これじゃないかな、これが出入り口やった。あ、ありえんやろ、この見通しの悪さでこのスピードで、で、あまりにも危険っていうことで配信になったっていう。まだあとは残ってるね。これね、反対側に残ってるんだよね。あ、反対側はめちゃくちゃ景色いいよ、あそこは、うん、確かコロッケが美味しかった、うん、無難やけど一応あのオメガカーブの街道で福住まであれなんだよね、一応来れるルートあるんだよね、前日から。
あの東京からの帰りしか使わんから、うん、帰り浜松行きだったよね確か。ただあの今年の大改正で、うん、土日 の、うん、あの一番使い勝手の良かった、うん、ホームライナー浜松3号は廃止になっちゃう。なる？あの18時半くらい行けるやつ、うん、あれあのね、そのまま浜松行ってそのまま、うん、あの豊橋行って普通に負けてきて、あれがもう土日なくなっちゃうんですよ。マジで3月でね。まあこれ18キッパー泣かせやな。そう、本当にそう。あれは相当泣かせやぞ。泣かせだよ。だからあとはもうなんだっけ、静岡から出てるやつだけが、うん、まあ、とにかくもうほぼ魅力半減になっちゃうね。だね。あれは本当の世話になった。うん、あれは全然長距離移動苦にならんからね、ホームライナーやったら。沼津から豊橋まで普通に特急型車両だからね、あれで着席して、いやし、だから今後は帰りはもう、うん、新幹線ですね。まあそういうことよね、もう東海がそういう。リニア等を開通させろと駆け引きでございますね。ね、やっぱあの静岡の知事ちょっと、うん、ダメだね。あの人はもう完全にあっちゅうの人だから ね、うん、いやあのヤフコメとか見てると、うん、割とこうなんていうかな、ルート変えろっていう意見ばっかりで、うん、ヤフコメってなんかおかしいよね、あのネトウヨ的な考えかと思いきや、そうなんだろう、ちょっとずれてるところあるし、なんかね、メタタグ入ってるよな、多分あそこは。メタタグは入ってる。だからある程度のアルゴリズムで選別はしてる。上に上がってくるコメント。いや、本当あの知事さん嫌いなんだよ、思い流すのが。水がなってね。政治アカウントで使ってんの今？一応あるよ、うん、あんまり運用はしてないけどね今。どっちかというともうあのメインのアカウントでいっぱいいっぱい、うん、あれは一時期使っとったけど、あのブレササさんって知らん？ブレササ、ブレササ、ブレイクする佐々木さんっていう、はあ、YouTuber で自己啓発系 YouTuber なんやけど、早稲田大学首席卒業なんよ、うん、だから早稲田大学で首席を取る勉強方法とか、いろいろやってたりするんだけど、結構勉強方法似てるのになんでこんなに差が出たんだろうなと思いながら、うん、役に立つのは役に立つ、うん、例えば勉強するときに勉強する時間を決めるやつ、うん、2時間勉強して、2時間勉強したら休みなさいって言い方やるやん、うん、あれ無理なさ公式で教えとるときにもそれはあったんだけど、まずさあ2時間でいい、あのまず最初から長い時間がやれたら絶対無理だ、集中力絶対持たんから。あれ45分で学校の授業になったけど、あれもすっげえたらればでできてんのよ、うん、小学校なら45分ぐらいできるだろうっていう前提から50分とかで伸ばしてるから、うん、ってことは小1の段階で45分まで、授業中に集中できるっていう集中力をやられちゃってるね。あの幼稚園とかまでに養ってるっていう前提でやってんのよ、うん、はっきりして言います、小1の段階で45分間集中して物事できる人は超天才で す、ね、まずいませんだから授業中眠くなるとかっていうのはあるのは当たり前なんだわ、うん、だから上手い先生ってさ、やっぱしね、これ教育実習行った時にうまいなと思って先生にちらっと聞いたのは、だから俺休憩時間取っとるやろ、
20分ごとくらい休憩時間入れとったやろって。その先生は、なんだスマホ、あの、ほんと、携帯入れてもいいくらい。その、よしって抜けたら。なんか一回絶対トイレに行ったりする人がさ、ちょっと職員室行くのくらいだーって。あれはだってお前らもボタンやろっていう。やったらそこで休憩10分入れて、50分の授業を20分、10分休憩20分にしてやった方が結局効率よくあのカリキュラム進むんだわっていう。だから不思議と早く終わってくし、あのその先生はあの当たり先生って言われとったから、あの歴史の授業で古典で、歴史じゃない古典や、古典の先生やったけど日本史。古典があの先生のクラスの担当の人ってなったら、よっしゃーって取って20分で、今の子はどんどん集中力が切れてるって言ってるのは、その集中力を伸ばすカルキュラムせんと、とにかくこの時間まで勉強しようってやるから、で明けくらってサボる手段がいっぱいできてんじゃん今、スマホもあるしやらない精神をつけろって言うだけだったら、サブでもできんねんって言うだけも。だから逆に集中力つけさせたいんやったら、もう飽きるまで一回ゲームさせるとかっていうふうにしたものが逆に伸びるんだよ。逆にそれで集中力が鍛われるから。あとはその、興味とかを勉強にちょっと転換しただったら、バーンって伸びるよ、そういうのは。大事なのは休憩時間を何分取るか、勉強時間を決めないと休憩時間を決めるっていうことが大事。それをさ、もうやだってなっとる子供にさ無理やりやさせるやん、塾とかは。でそうすれば、できなかったけど私はこんなにもう教えました時間で単位で言えるから、あのやり方アメリカだとね本当に怒られるらしいよ。ほら私はこんなにも教えたんでって、それもうほぼほぼ虐待やってあとふざけんな、結果が全てじゃボケやからアメリカは。ただアメリカはなるほどなと思ったのが、ハイスクールの制度が日本と違って学生なんだって。学生だから中学校のイメージ、こっちで言う。だから基本的にいい高校に行くっていうのはもうそのいい地区に住んでるっていう前提でないと無理だから、だからスラム街の人はあのそのステップアップができないのは、引っ越しをするできるかできないかっていう前提だから、その時点でスラム街の人はその高級住宅街に引っ越しできるっていう手段がないやん、まず親が。もうその時点であの昇進の道を断たれる。